ジュール・ホフマンは、ルクセンブルク系フランス人生物学者、ストラスブール大学教授。自然免疫の活性化に関する発見により、ブルース・ボイトラーと2011年、ノーベル生理学、医学賞の半分を共同受賞した。ホフマンは、症状場への通る遺伝子の免疫系における役割を発見した。哺乳類における、相動遺伝子であるトール様受容体の重要な、機能は、 ボイトラーにより解明された。TLR は、心筋や細菌といった他の生物の構成成分を特定し、免疫応答を誘発させる。これにより、例えば排血性ショックが死亡した細菌のうち、毒素により誘発されることが説明できる。ホフマンは、科学と生物で学位を取得し、1969年にストラスブール大学にて、生物学で PhD を取得した。 大学院修了後、1973年から1974年にかけて、ドイツ、マールブルクのフィリップ大学マールブルクにて学ぶ。1964年から1968年にかけて、フランス国立科学研究センターにて、リサーチアシスタントを務め、1969年に女子となる。1974年には、リサーチディレクターに就任。 1978年から2005年まで、フランス国立科学研究センターの、昆虫の免疫応答と発育研究部門の責任者を務め、また、1993年から2005年まで、ストラスブール国立科学研究センター分子、細胞生物学研究所の責任者を務めた。ホフマンはドイツ国立科学、アカデミーレオポルディーナ、フランス科学アカデミー、欧州学士院。 欧州分子生物学機構、アメリカ芸術科学アカデミー、ロシア科学アカデミーの会員である。2007年にはフランス科学アカデミー議長に就任した。2012年にアカデミーフランセーズの会員となった。ありがとうございます。